ルヤーサー・チャールズ・オブ・ケンブリッジ王子は、イギリス王室の生員で、ケンブリッジ公・ウィリアムと、同婦人、キャサリンの間に誕生した次男。兄・ジョージ王子、姉・シャーロット王女に続く、第三子。イギリス王位継承順位では5位になる。ケンブリッジ公夫妻の、第三子誕生の祝報2017年9月4日、ケンジントン宮殿は、ケンブリッジ公爵夫人キャサリンが3人目の子。 解任していることを発表した。2017年10月17日、夫妻は子供の出産時期が4月であることを確認した。2018年3月22日、キャサリンは11週間の産休に入った。2018年4月23日の早朝から、キャサリンは分娩に入った。同日11時1分に3800グラムの男児を出産した。夫のウィリアムは、 誕生に立ち会った。キャサリンの出産を助けるチームは外装プビーストンによって引きられていた。ケンブリッジ公爵夫妻の第三子は出生と同時に王子の身分と殿下の称号を有している。2012年の12月21日の女王エリザベス2世による特許上でプリンス・オブ・ウェールズの長男のすべての子供に王子、 王女の身分と殿下の称号が与えられることになったためである。古来の長子相続のある男子優先主義に代わる2013年王位継承法により、ルイは王位継承権が姉である王女に優先されずに、劣後する最初の王子となった。2018年4月27日、イギリス王室から、夫妻の第三子の名前について、ルイ・アーサー・チャールズと命名したことが発表された。 名前については、兄のジョージ、姉のシャーロット同様に、ブックメーカーの賭けの対象になるなど、大きな関心を持たれた。解任発表直後は、性別も不明だったために、アリス、ビクトリアなど、女子の名前が上位にあり、アルバート、アーサーが続いた。また、父ウィリアムが、ひいきのサッカーチーム、アストンヴィラ FC の試合観戦後、同チームの選手、ジャック・クリーリッシュにちなんで、 ジャック、ジャッキーと命名したい。と発言すると、すでに生まれる前から性別を知っているのではないかという、憶測が流れた。指揮者の中にはジョージが、未来の国王となることが確実だったので、イギリス国王らしい名前が選ばれたが、王位継承の可能性が低い第三子には、ジョージ王子とは違った対応がなされるだろうと予想する、ものもいた。ルイスの末尾の S を発音するかしないかについて、 ケンジントン宮殿はエースを発音せず、ルイと読むと声明している。ありがとうございます。